縄跳びの競技が行われます。さあ、女子 100m 競走予選は第2組です。2レーンは伊藤さん、日本女子体育大学。フィニッシュタイムは11秒96で止まっています。さあ、女子 100m 競走予選は第2組です。2レーンは伊藤さん、日本女子体育大学。フィニッシュタイムは11秒96。さあ、スタートいたしました。女子 100m 競走チャレンジレースの第1組です。6レーンは倉重さん、江南大学。フィニッシュタイムは11秒86で止まっています。追い風 0.2m、 まだ11秒88と出ています。6レーンです、江南大学の倉重さん。さあ、スタートいたしました。女子 100m 競走チャレンジレースの第1組です。6レーンは倉重さん、江南大学。フィニッシュタイムは11秒86で止まる。予選は、タイムを見ても動きを見ても、一つとして自分の強みが出ていない、あまり評価のできないレースだなとは思っていたんですけれども、やはりそこのレースからどうやって、2本目のレースで修正していくかっていうところに、ポイントを当てて、特にスタートの局面で前半に出られていなかったっていうところがあったので、そこの部分での、スタートの部分の姿勢の崩れであったりとか、少し前傾姿勢の維持区間が短かったりっていうところを、やはり客観的に言ってもらって、そこができていないんだっていうところが分かったので、そこに意識を置きながらアップをして、2本目のレースでは修正をできたので、そこは評価できるかなとは思います。やはり今、少し疲労が出てきている時期っていうところもあるんですけれども、やはり、今年のアベレージが上がってきている中で、そのアベレージを落とさないようにしつつ、また自己ベストを狙っていくっていうスタンスでできたらなとは思っています。